国際交流の場を広げて、かつそこで日本の和の精神だったり良さっていうものを少しでも伝えられたらいいなっていうふうに思っているので、諦めない心は本当にバレエから学んだなって思います。広めたい、あと日本に恩返しがしたいっていうので、たまたまその出会ったのがミスインターナショナルで、バレエを通して子どもたちにもいろんな国際的にも視野を広げてほしいというふうにも思ってたり、そういうこともあるので、バレエのプロフェッショナルになりたいと思いましたね。